タレントの武井壮、46、元衆院議員のタレント、杉村太蔵、40、98年長野五輪、女子500メートル銅メダルの岡崎朋美、48、が1日、東京ミッドタウンで、ワールドマスターズゲームズ2021キャンズ AI のエントリー開始記念トークショーに出席。自宅マンションで、合成麻薬 MDMA、LSD を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた、女優、沢尻エリカ被告、33、にエールを送った。1月31日に、初公判があった、沢尻被告は、芸能界復帰を否定した。これに対して、武井は、地球上で行うことに引退はない。まずは健康になって、そうすれば、いつかは、復帰があるかもしれない。芸能界がダメなら、スポーツ界に来ていただいてもいいと激励した。杉村も、報道されていることしか文化にませんが、健康が一番。やっぱり治療に専念していただきたいと話した。ワールドマスターズゲームズ2021関西は、約30歳以上のスポーツ愛好家であれば、誰でも、出場資格がある大会。経験のないスポーツでも参加することができる。2021年5月14日から5月30日まで開催する。